よ。ぽよだよ。ゆきぽよだよ。やのゆきぽよです。はい。今日は、爆速メイクです。いつもはね、普通にメイクすると、だいたいまあ、顔だけで30分ぐらいかかるんですけど、もうやばい！今日寝坊した大寝坊っていう設定でやってみたら、実際どれぐらいかかるのかっていうのを検証していこうと思います。まあメイクの種類とかはいつも通りで、爆速メイクだからね、ちょっと場所も整えたりしてみちゃって。それじゃいつも通りじゃないね。よーい、スタート。えい、はい。トゥン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 トゥでもメイクはあんまり急いだことないかも。 YouTube の企画以外で基本現場行ってからメイクが多いもんね。そう、メイクさんがいてくれるから。だから基本出発するときは別にすっぴんで出れるもんね。そう、私いつも仕事のときはね、歯だけ磨いていく感じ。あ、ちょっとやめて。よし。でもまあ普通みんな学生さんとかはね、学校行くとか、ね、OL さんとかも会社だもんね。会社行くってはメイクしてから行かなきゃいけないからね。そうだよね。なんで贅沢な現場なんでしょう。私はこのようにこのメイベリンのさ、私まんまでこれ広告見て買ったんだけど、 TikTok の少量ですっごい濡れ、なんかカバーできるみたいなやつ、最近気に入って使ってる。じゃあもうすっぴんだったら、うん、何分で家出れんの？あ、本当にね、すっぴんの時は着替えとかも私前日に用意しちゃうタイプなの。えらとか寝る時に明日はこれ着ようってもう考えてから寝るから、だいたいマジで10分とかで出れちゃう。早いね。どんなに急いでてもやっぱりファンデのムラだけは嫌なんで、これはちょっと念入りにパフパフします。そこはサボれない。ここはね、他でサボる。よし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 、いくよ。次、次は眉毛。ファンデはね、2分で。え、ファンデ2分？早くない？天才かもしれん。かゆ眉毛もね、私地眉がもともと綺麗に整って生まれてこれたタイプなんで楽です。眉メイクは眉の手入れも3ヶ月に1回ぐらいしかしないかも。最近眉毛はね、ブラシ2本使いなんですけどね。このブラシ探してる時間はさ、含まれますか？声大きくしてみた。ブラシを整理した方がいいんじゃないの？だとしたら声大きくしても変わらなかった。よし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 。アイシャドウ。そう、順調じゃない？もう5分だよ。マジ？いけそうじゃない？15分で終わりそう？いや、どうだろう。間違えた。いつもメイクしてるときはなんか音楽流したりとかしてんの？流す。なんか最近はね、 TikTok で流行ってる曲。マジこの世代に生まれて嬉しい。 TikTok 最高じゃない？究極の暇つぶしだよね、本当に。
すごい暇つぶれる。時短なんで濃いブラウンを塗ります。普段はどうしてんの？普段はこれよりも薄いブラウンを塗って地道に地道に綺麗に綺麗にぼかしていくけど、時短の時はこう濃いめのブラウン塗ってぼかす。やっぱギャルだからアイシャドウ時間かかるね。今何分？もうちょい8分。やばい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 。お、天才かも。もうアイシャドウ終わっちゃう。早いめっちゃ。いつものメイク何なんだって感じだよね。いつもはちゃんとなんだ丁寧にやってるじゃん。そう。喋りながら、ね。そうそうそう。あとつけまつげを最近卒業したから、それも時短の一つかも。まつげ丁寧にやりてー、丁寧にやりたいよ。けど目標15分なんで、ちょっと丁寧にやる時間がなかったですね。やばい、あと5分で目標まで。あー違う、アイライン諦めるか。アイラインを諦められるようになったってやばくない？私がギャルどこやった？赤にしよう。最近赤流行ってるもんね。際を赤で締めて。よし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 。ハイライト。何かを諦めちゃえばいいんだよ。ツヤが欲しいんで諦めません。よし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 。12分18秒。早い。じゃあもうちょっと時間あったってことだよね、目標よりも。まあでも12分18秒でメイクが完成できると。はい、すごい、できました。もうすっごいナチュラルだけどね、全然ギャルメイクとかじゃないけど、これだったら遊びに行けるなっていうメイクですかね。少しマスカラ気についてたりするの気になるけど、まあまあまあ急いでたってことで。はい、皆さんも大遅刻した日とか、最短何分でメイクできるよとかあったら、ぜひコメント欄で教えてください。最初はゆき、じゃんけんぽよー。私、高校時代眼帯してたよ。やばいっしょ。こっちのメイクだけして、あとはもう眼帯みたいな。よしって言ってたよ。ギャル子あるあるかな？ギャルあるあるな気がする。半分しかメイクできなかったって、みんな言ってたもん。